一瞬ベイパーを私の中で敵とみなすところだった。はい、ということで今回も続きからやっていきましょう。ってことで今回はね、そう、戦いからなんだ。なんかすごい使っとるけど。へい。あゆな、大変だぜー。まったりサボテン食ってる場合じゃねえ。料理の煙を見て魔物たちが攻めてきやがった。今度は料理か。てか結局はあなたのせいじゃないか。は？どうしてそんなに早く魔物の接近がわかるのかだと？バカ野郎。なんで今更そんな疑問を。あれだよ。変な筋肉騒ぎがするんだよ。筋肉騒ぎってなんすか？いつも通りお前の答えが回線の合図だ。どうだよ、ユナ。戦いの準備はいいか？ほい。うごー。なんだこれは。何が？こんな時に急な腹痛が。すまん。あとは頼んだぜ、ユナ。そんなケビを使わんでもいつもじゃないか。ねえ、いつもね、隠れてブル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 と。竜軍バトルすべてのモンスターを倒せ。大サソリ軍団が襲ってきた。大サソリ軍団。こっちか。へいへいへい。怖い。ね、これまたヘイとか作ったよ、私。ちょっと、こっちだよ。うわ、鉄のサソリ軍団も来た。あ、もう一人のやつは戦ってくれるんやね。すごい威勢よく走ってきた。はぁ、どうよ。あなたたちから学んだ技は今でもちゃんときっちり使わせていただいているよ。はぁ、どうすかどうすか。あ、なんか隊長現れたよ。隊長、もう一人のやつちゃんと戦ってくれてるよね。ウェイウェイ待って、あ、隊長はあんなとこに。もう一人のやつは下に落ちてんのか。なるほどね。ピキーって一匹やっつけた。あ、二匹、イエーイ。お、初めてサソリの角を手に入れた。やったね。おう、いけなかった。さあ、地上ではお前だけだ。おっしゃ、いった。さあ、ほら、はぁはぁはぁ、ダメじゃん。届かねえじゃん。これか。へいへい。もういいや、私も入る。さあ。お。へへーん。あ、いけた。よし。傷薬落としてたのか、私。すべてのモンスターを倒した。バトルコンプリート。傷薬を3個手に入れた。これはさっきのとは別よね。おっしゃー。また何か。あゆな、よく魔物を倒してくれた。お前は本当にすごいやつだな。いえいえ、そんなことはないさ。ん？どうしてガロンは一緒に戦ってくれないのかだと？別に怖いとかじゃねえぜ。腹が痛かったらそりゃ戦えねえだろ。いやいやいや、今超元気そうだよ。たく、そんなことよりだよな。お前魔物と戦って少し疲れてやしねえか？一刻も早く姉子を助けてえが、いい筋肉を作るには適度な休息も必要、適度な休息も大切なんだ。そこでだよな。お前には俺とベイパーが寝られる寝室を作ってほしい。寝室はシンプルなやつでいいぜ。明かりとあとは、わらべっとを二つ置いてくれよな。置いてる置いてる。てかそれ私の休むのと全然関係ないじゃん。自分らじゃん。はん？どうしてここには三人いるのにベッドは二人分だけなのかだと？お前の分は、まあ、その、あれだ。とにかく、早いとこ寝室を作ってくれよな。何その適当な扱い。うおー、寝室が完成したのな。ありがとよ、アイナ。いえいえ。いいか、筋力アップは破壊と再生が鍵だ。筋トレしたらしっかり寝て筋肉を休ませなきゃな。非力な体なんか姉子には見せられねえ。姉子に会う前にお前も本格的に筋肉を。いや、体どうこうよりさ、魔物が襲ってきた時にさ、ブルブル震えよるところを姉子に見せてもいいのかい？はん？その姉子っていうのは一体どういう人なのかだと？姉子ってのは、すっごく厳しいが、それ以上にめちゃめちゃ優しい人だな。そもそも昔の俺たちは、協力もせず、バラバラに竜王軍に戦っていた。そんな俺たちを一つにまとめて、導いてくれたのが姉子なんだ。姉子を失えば、俺たちはおしまいだ。姉子は必ず助けなきゃ、
助け出さなきゃならねえのさ。その時には一緒に来るということかな。おっと、そうだよな。いつも魔物と戦ってくれてる例として、お前の分のベッタは俺が作っておいた。おう、ありがとう。嬉しいだろう、アユナ。今日から俺の愛に包まれて眠れるぜ。気持ち悪い。クエストコンプリート、わらベッド。言い方がね、いちいちね。で、またガロンか。おう、アユナ。大変だぜ。俺たちが寝室でイチャついてる間に、寝室でじゃね。寝室作りでイチャついてる間に、ベイパーの奴が魔物に連れ去られた。連れ去られた仲間の場所を思い出したらしいんだ。その仲間は姉子と同じく魔物にさらわれ、ここから南西にある魔物の砦にいるらしい。魔物の砦。今からすぐに向かえば助かるかもしれねえ。ベイパーと一緒にいてみてくれねえか。今からすぐに行けば。ん？ベイパーと一緒にっていうのはどういう意味かだと？そんなのそのままの意味に決まってんだろ。ベイパーと一緒に魔物の砦に行けってことだ。え、なに、ついてきてくれるん？お前まさか仲間と一緒に外に出かけたことがねえのか？仲間がいれば一緒に魔物と戦えるんだ。遠出するときや強い敵がいる場所に行くとき助かるぜ。ガロンは？いいか、聞くところによると魔物の砦は固い壁で覆われているらしい。守っている敵もきっと強力だ。武器に防具、回復薬をしっかり持っていけよな。さあ、ベイパーもやる気満々だ。必ずベイパーに声をかけて一緒に行くんだぜ。コンパスに目的地が表示された。びっくりした。ベイパー。ガロンから話は聞いたな。共に協力して明日の外の魔物と戦うぞ。お主が慣れておらぬのは知っておる。わしが優しくリードするから安心するのだ。では、アユナ、共に参るぞ。さあ、準備は良いか？ほいほい。うん、では共に参ろう。くれぐれも単独行動だけは取らぬようにな。ベイパーがついてくるようになった。ということで。さてさて、出発するのだけれど。あっちの方向、あの砦をくぐっていくということだね。すごい、なんか新鮮。ね。まあ、新鮮って言っても、こういうついてくる状態は今までにも何回かあったか。ただ一緒に冒険に出るということはなかったんだけど。てかこの地方ってさ、すごいなんか音楽が勇ましいよね。死なないでよちょっと。そんなとこで余計な戦いしてさ。んで？まだまっすぐ。まっすぐっていうか。まあまっすぐか。南西の方向って言ったけ、まあ左寄りなんかな。どっちかといえばなんか右寄りな感じがしたけど今。まあ、とりあえずまだまだまっすぐ。この地帯は、なんだかね、ガラクタというか、ちょこっとした建物っぽい場所がいっぱいあるけん、なんかいろいろ直して使えそうな場所が多いよね。こっちの方かな。よいしょ。今日余計な戦いしないでって。これ？ん？これではないのか？ペーパー？あ、おるね。行こう行こう。ちょっと余計なことしてさ、気づかれないでよ、モンスターに。この中？あ、あっこやね。この中やね。オッケーオッケー。ってことで、ちょ、やめてください、やめてください。ちょ、ほらほら。うおー、なんか。いやー、こわーせやー、一瞬。お、危ない危ない危ない。一瞬ベイパーを私の中で敵とみなすところだった。てかちょっと待って、この辺のさ魔導士絶対さ先に倒した方がよくね。見えないから。え、今はじき飛ばしたって思ったらなんか宝箱みたいなので守られとった。はっ、おーし、初めてボロキレを手に入れた。あれ？隊長みたいなの倒したん？さまよう鎧かな。砦を制圧した。おー、すげえ。で、この宝箱。あ、鍵。初めて鍵を手に入れた。あ、あの中になんかおる。なんかおる。傷薬を使ったよ。
まあ、体力なかったからあれなんだけど。ほい。これで。おー、すげー。なんかちょっとでかいね。でかいな。私を助けてくれるのかい？へえ、ガロンに言われてきてくれたのね。女の子？私はギエラ。見かけない顔だけど、あんた何者だい？私はビルダーだ。え？ビルダーだって？まさかあんたがあの伝説の。あんたみたいに締まりのない顔した子が、あのビルダーだなんて信じられないけど。まあ話は後でゆっくり聞くわ。まずは一緒に明日まで帰りましょ。ギエラが仲間になった。アジトに帰りましょう。ってことで。なんかさ、モンスターの歩くような足音がすごい聞こえる気がするんだけど、気のせいか。気のせいなんだな。この辺は、もう空は見えてる。よし。ってことで、キメラの翼。キメラの翼を使って拠点に帰ります。よし。ただいまー。ほら、やっぱり一回りぐらいでかいよ、こいつ。ベイパーとの冒険が終了した。助かったわ。よいしょ。ありがとう。あんたのおかげで、やっと明日に帰ってこられたわ。あの素敵に修理された温泉。ガロンやベイパーの力じゃああはいかない。ということは、やっぱり、あんたは本物のビルダーなのね。メルキドの再興やリメルダールの浄化は、ビルダーがそのきっかけを作った。そして人々はビルダーによって失っていたものを作る力を取り戻していった。てかこれってさ、前の地方をクリアして、あの扉に入ってさ、別の地方に移るまでの間にどれぐらいの年月が経っとん？なんかその、メルキドのこととかリムルダールのことがちょっと語り継がれとる感があるやん。ああ、ボディ的なビルダーしかいないこのアジトに本物のビルダーが来てくれるなんて。ここはちゃんと理解してくれとんやね。これできっと姉子を助け出せる。そしてマイラを支配する桃の親玉も倒せるわね。実は私ね、連れ去られた姉子がどこにいるか一つ心当たりがあるの。でもその前に、一度お風呂に入らせて。溢れ出るお酢汁が体を伝ってもう限界よ。お酢汁？男なんすか。あ、待って。クリアの印が。話す。うひょー、ええな。俺たちの仲間ギエラを助けてくれたんだな。ギエラはあんな口調だが一番の情報通だ。あんな口調だがってことはやっぱりオカマということか。気になることがあれば気軽に聞いてみな。んで、あゆな、魔物の砦にはベイパーと一緒に行ったんだよな。いいか。魔物たちと戦うには筋肉も大事だが、仲間の存在が一番大切なんだ。アジトの外に出るとき、仲間に声をかければついてきてくれる。敵を甘く見ず一緒に行けよ。お、これで、ガロン以外はついてきてくれるんかな？は？そんなこと言ってもガロンは一緒に来てくれないじゃないか、だと？何度も言わせんな。俺はこっから出ると話が止まらなくなっちまう奇病なんだ。別に怖いわけじゃねえぜ。勘違いすんなよな。姉子を助けに行くときもそういうことを言うのか君は。命の木の実ゲット。まあ、そういう奇病を患っているらしい。着替える。思いっきり男だね。ムッキムキだわ。そろそろちょっと花が欲しいなね。はい。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォロー返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかこの地方に来てから私ムキムキの男しか見てないから、そろそろ可愛い女の子が見たいんだけど。